毎度フローターパイロットのひろぼうです。今回はラバージグなどを仕上げていきたいと思います。それではひろぼう仕上げます。それではブレーキパーツクリーナーで汚れを取ってからセルロースカラーホワイトでドブ付けを行いたいと思います。フックの先はフックの保護と怪我防止のために絡み止めパイプ内径1ミリをつけておきたいと思います。セルロースカラーホワイトでドブ付け2回終わりました。それでは黒色を塗ってみたいと思います。今回もエアブラシで塗装を行います。ミスターカラーさんのアクリル合成樹脂をレベリングシンナーで倍に薄めて使っています。黒色も塗れました。ウェイトは 26g です。それでは一つ目はレインズさんのハイパースカートナチュラルスモークを巻いてみたいと思います。こちらのラバージグタイングスレッドで巻いていきます。ここの部分をこういう感じで作りたかったんですけども、バルサが欠けてしまったのでできませんでした。タイングスレッドで滑り止めができたのでサラサラのアロンアルファで止めます。こういう感じで巻けました。次は100均で売っているこういった羽をつけてみたいと思います。端っこからカットして何本ぐらい使いましょうか。3本ぐらいで、よいしょ、こういう感じで巻けました。耐久性とかは少しわからないです。そしてここをアロンアルファで止めておきました。そしてアドバイスでいただいたのでウィッグを買ってみました。買うのにとても勇気がいりました。これを巻いてみたいと思います。それでは人生初のウィッグオープン。おお、すごいぞ。なんかうわーすごい、なんだこりゃ、うわすごい、おお、なんかこうなってるんですね。すごいなこれ。へえ、なんじゃこれ、ネットがついてる。癖になったらどうすんねん。とりあえずバラバラにならないようにマスキングテープで留めて、そしてセキ糸で巻くといいですよっていうことだったのでセキ糸の四つ編みナンバー3で巻きます。巻いてみました。こういう感じで3つですね。そして次にブラシですね。ブラシはこちら高砂さんのあれこれブラシナイロン、これを使ってみたいと思います。ホームセンターでいろいろ触ってなんとなくいい感じの硬さだったと思います。端っこからカット、よいしょとできたのでアロンアルファで止めます。サラサラのアロンアルファで止めました。こういう感じです。あとはアロンアルファをこの辺までしたら硬くなってあんまりつけんかったら柔らかい感じですね。好みに合わせればいいと思います。これで3タイプ完成になります。トータルウェイトは 28g です。団体での水中アクションです。ザン、こういう感じです。自作のパドルテールをつけてみました。それではダン、こういう感じです。うおー釣れそう。尻尾がめっちゃ揺れてる。こん
すごい揺れにバス君は耐えれるんでしょうか。トータルウェイトは 26g です。それではあなた行ってきて。ドーン。おお、こういう感じなんですね。すごい、なんかすごいぞ、なんか美しい、なんだろう。おー、すごい。トータルウェイトは 27g です。それではドーン。おー、こういう感じですね。へー、今回はラバージグなど編でした。それではまた大きいバス君を狙ってみたいと思います。ご視聴おきに。癖になったらどうすんねん。